業部スケートパークで五日という場所にスケートパークがあると教わって来てみました。来たね。茨城らしいけど。茨城なんですか。茨城の五日スケートパークね。海があるってことですか。さっき業部で知り合ったファミリーと一緒にここまで来ました。書いてある。なんかプロテクターを必要とする方は着用してください。超メンツルだね、本当に。次はもっとなる。
おーさ、来たー、ナイス。いや、手がもう手がついたそうです。はい、イエー。よっしゃ、来たー、ナイス、イエー、ナイス、よし、イエー、よし、結構いけたじゃん。死んじゃねえもん。ダメやないかい。もう大人には無理だよ。なんでやん。大人には無理。やっぱ体重があるからね。食い込んじゃうんだよ。は？人には言い訳しないでって言ってるのにさ。なんで？こけたら絶対痛いから。大人ってそういうこと考える。ほらほらほら痛い。おお、よし、どうだった？やっぱボックスがあると楽しい。ボックスね。ボックストレールあったね。とにかく面がいいやこれ。もうね、埼玉はね、全部面がいいから。なんでそんなとやってる？うん。あとはね、他にはね、非常に使いたい。よし。